どうもこんばんは、オオカミです。かまいたちの夜トリプル続きやっていきたいと思います。はい、それではここからですね、事態を打開するために話し合うことにしたのだ。どうして犯人は夏美さんを殺したんでしょう。僕がまず唇を切った。無差別殺人かもしれない。だとしたら次は我々の番だ。小林さんが投げやりな口調で言った。俺は小林さんがアビコじゃないかと疑っていたんだが、さっきのことでますますその気持ちを強めたよ。ムキモトさんが言った。何を言う。この島で立て続けに2度の殺人が起きた。そしてあなたはその両方の第一発見者だ。前にも言ったが、第一発見者が犯人というのはよくあることだ。推理小説の読みすぎじゃないのか。それに正岡さんの時は狼くんが一緒にいたぞ。こういうのはどうだ。あなたは正岡を殺して一旦部屋に引っ込む。そして廊下の様子に聞き耳を立てて待つ。どこかのドアが開いた音がしたら少し遅れて廊下に出て、その人物と二人で死体の第一発見者になる。違う、そんなことを私は。小林さんは必死になって否定していたが、突然。そうだ、あんたキヨさん。端に控えていたキヨさんに向かって怒鳴り声を上げた。おいおい。あんたに聞こう聞こうと思ったんだが、だいたいアビコというのはどんなやつなんだ。え？キヨさんがぎっくりとした顔になった。そ、それがでございます。私は、つまり、キヨさんは、はためにもわかるうろたえた態度をとった。どうしたんだ、はっきり言ってやれ。アビコは俺じゃないってな。三木本さんも立ち上がった。キヨさんは汗を大量にかき、おどおどとした視線をあちこちに向け出した。アビコはここにいる誰かなのか、それとも違うのか、この島に来ているのか、そうじゃないのか、男なのか、女なのか、あんたは全部知ってるはずだろ。いえ、僕はキヨさんがかわいそうになってきた。相手はお年寄りですよ。そんなきつく言わなくてもいいじゃないですか。君は黙ってろ。三木本さんは、キヨさんの蔵をつかまんばかりだ。キヨさん、怖がらなくてもいいのよ。知っていることを話してくれるだけでいいんだから。マリがキヨさんを落ち着かせようと優しい声で言ったが、それがでございます。それが、キヨさんはおどおどするばかりだ。それがばかりじゃ、さっぱりわからん。村上さんが大声で言った。みんなちょっと攻撃的すぎるね。まあ人が死んでるからそうかもしれないけど。まさかと思うが、あんたアビコを知らないんじゃあるまいな。実はその。村上様のおっしゃる通りなんでございます。僕たちは顔を見合わせた。それならそうと早く言ってくれればいいのに。どういうことですか。あなたがアビコ竹丸を知らないはずがないでしょ。それがキヨさんはまたそれがを繰り返した。それが主人には口止めされておりましたが、こう陰惨な事件が起きた後では言ってしまうのもやむを得ますまい。キヨさんはやっと重い口を開け始めた。私の家はキスダル家の遠縁でございまして、キスダル家が没落した後もずっとここの管理を任されてまいりました。しばらく前にこの館をアビコ竹丸と申される方がお買い取りになられたと不動産業者から聞きまして、それですぐにアビコ様ご本人から電話がありました。自分にこの館の権利が移ったこと、今まで通り館の管理を任せるということ、月々のお手当は
銀行振り込みにすること。ということはあんたはアビコに会ったことがないのか？村上さんが腕組みをしていった。さようでございます。僕は唖然とした。一週間ほど前でございます。アビコ様からお客様を多数ご招待したから準備するようにと電話で。それが昨日急に遅れるから一人でおもてなししておいてくれと連絡が。もちろん最初は先に来られるご予定でしたのに。それに昨日は、キヨさんはそこで少し息をついだ。昨日はかまいたちの夜でございました。けれども、アビコ様はそれをご存じなかったようで、その、電話でいくらご説明申し上げてもご理解いただくなく、局地的な天候異常なので、この地方以外の者には理解できないのは仕方がないだろう。海が荒れ、島が閉じて上陸できないかもしれないと申し上げましたが、最後の船でも主人はやってまいりませんでした。私は気が気ではございませんでした。おもてなしするといっても私一人では、キヨさんは一旦言葉を切ると顔を上げた。私の主人は確かにアビコ竹丸ではございます。ですが、顔を合わしたこともございません。ましてや主人がこの島に来ているなどと、キヨさんは小さな声になり、信じられないことでございます。私には何の説明も、連絡もなく、私にもアビコ様が何をお考えなのかは分かりかねます。しかし、電話をしたことがあるなら、男か女かぐらいは分かるだろう。村上さんが言った。男の方でございました。声で分かります。女性が作り声をしていたとしたらどうかな？と、小林さん。そう言われてみれば。ですが、竹丸とおっしゃるんですから男でございましょう。そんなものをペンネームかもしれない。男名前の女性作家はいくらでもいるよ。三木本さんが言うと、そうでございますね。そう言われると中性的な声だったとは思いますが、最初から男の方だと思い込んでおりましたので、その後か細い声でわかりません。女の方だったかもしれませんが、正岡さんもアビコと電話で話したが男だと言っていた。しかしそれはキヨさん同様、アビコ竹丸という名前からの先入観によるものかもしれない。アビコ竹丸は男なのか？ということは緑さんは犯人ではないのか？だったらあのマニキュアは何だったんだろう？マリ、カナコちゃん、ケイコちゃんは犯人から除外できるのか？出たよ、この。すごいな、ここで分かったって。もうまだヒント求めるところじゃないと思うんだよな。わからないぐらいにしといた方がいいよね。なんかちょっとこういうことやるとヒント探しに行っちゃうからね。わからない。結局この館にいる誰一人としてアビコに会った者はいないのだ。しかも殺人犯人がアビコ本人であるかどうかさえまだわからないのだ。バカバカしい。村上さんが立ち上がった。私は部屋に引き取らせてもらう。ここにいても何の建設的な意見も出ないようだしな。みんな口に出さないだけで同じ思いだったのだろう。それをきっかけに全員応接室を後にした。2階への階段がやけに長く感じられた。マリがそっと手を僕に差し出した。僕は彼女の手を握った。普段ならこんな嬉しいことはないと思えるはずだが、今は違った。マリの手は冷たかった。彼女の震えが僕にまで伝わってきて、僕の恐怖心も倍増していった。そして、この冷たく震える手の持ち主が殺人者ではないという保証はまるでないのだ。まさかの。マリちゃん疑うの？いいや。一体何を考えているんだろう。そうだよ。僕はマリを疑う気持ちを自分の中から追い払った。中から鍵をかけておいた方がいいよ。
その、何があるかは、わからないから。そうね、そうするわ。マリはしばらく下を向いていたが、急に顔を上げ、心細そうに潤んだ瞳で僕を見つめた。狼の部屋に行ってもいい？この部屋にいると、隣から正岡さんの声が聞こえてそうな気がして、怖い怖い。うかつだった。マリの部屋の隣は正岡さんの部屋だった。隣に死体があるような部屋に一人で いる気にはなれないだろう。もちろん。ベッドに腰掛けた僕たちは、どちらからともなく体をくっつけ合った。デジャブでしょ、これ。どう考えても。前回のゲームの中のシーンと、また出てくるんじゃない？この、どうするっていう選択肢。はい。この展開気になるところですが、ついに、ベッドシーンなのか、わかりませんが、今日はこの辺で終わりたいと思います。よろしかったらチャンネル登録、コメントとよろしくお願いいたします。狼でした。アディオス、アミーゴス。またね。